こんにちは、タイズです。今日は鶏の焼肉を食べます。焼き鳥じゃなくて鶏の焼肉です。場所は中崎町にある鶏群というお店です。まずはお作りをいただきます。これ左にあるのがもものたたきですね。まあ、ポン酢で食べます。でこれ真ん中は鶏の作りです。お醤油でいただきます。これ右側が肝ですね。ごま油で食べます。これ一番好き。で、これがですね、親鶏の盛り合わせと、つくねと若鶏の盛り合わせです。それをですね、串に刺さってる、焼き鳥ではなく、この、ガスコンロで自分で、焼くスタイルなんですね。焼き鳥は焼き鳥なんですけど、焼肉スタイルの焼き鳥ということですね。結構しっかりジューシー、脂分豊富なんで、すぐにこう炎が上がってきますね。若鶏と、親鶏の、食べ比べみたいなのを今日やっていきたいと思います。もちろんこの自家製つくねも、超美味しいんですけどね。タレがですね、これ左側にある味噌だれと右側ポン酢です。味噌だれが断然おすすめです。まずは若鶏からいただきます。味があっさりしてるんですけど、肉はすごい柔らかいです。美味しいです。味噌だれがすごく合います。続いてこれ親鶏ですね。親鶏はですね、お肉はちょっとしっかりした歯ごたえといいますか、ちょっと硬いと思う人は硬いかもしれないですね。でもじわっと味が出てきて、個人的にはこっちの方が大好きです。親鶏の方がいいなと思いました。はい、つくねです。これは熱々です。美味しいです。はい、ちょっと軟骨とかが入ってるのかな。コリッとした食感もあります。本当は生中でガッと行きたいんですけども、今コロナ対策の自粛期間中なんで、19時までしかお酒が出されておらず、ちょっと遅かったんでコーラにしました。はい、お店の場所です。地下鉄の谷町線中崎町駅から、歩いて1分ぐらいですかね。赤い看板が目印です。鳥群というお店です。天禄には立ち飲みスタイルのお店もあります。店内は広くて30席ぐらいですね。4席掛けが7つぐらいかな。で、壁側には2人席が並んでるという感じですね。これが匂い対策の衣装ケースですね。荷物とか上着に匂いがつかないようになってます。メニューです。若鶏の盛り合わせと親鶏の盛り合わせ、それぞれ480円。これが名物ということです。あとは自家製つくねでお作りと。でサラダが無料でついてきます。サラダは無料です。では、今日の感想です。一人焼肉から、仲間内でワイワイっていうのにも、ぴったりのお店だと思います。安いんで、コロナが明けたら一気に流行り出すんじゃないかなと思いました。ご視聴ありがとうございました。